ネプチューンとトリトーンは、イタリアの芸術家、ジャンロレンツォ・ベルニーニによる初期の彫刻作品である。1622年から1623年にかけて制作され、ロンドンのビクトリアアルバート博物館で保存されている。大理石製で、高さは182.2センチメートル。この彫刻は、もともと、数奇鏡、アレッサンドロ・ペレッティ・ィモンタルトにより、 ローマのエスクイリーヌにあるモンタルトの邸宅、ビラ・ペレッチ・モンタルトの噴水の装飾用に依頼されたものである。それを1786年にイギリス人のトーマス・ジェンキンズが画家のジョシュア・レノルズから購入した。レノルズの死後、チャールズ・アンダーソン・ペラムに売られ、ロンドンのチェルシーにある彼の屋敷の庭に安置された。さらに1906年、ペラムの子孫はこの彫刻を リンカンシャーにあるカントリーハウスに移動した。1938年にはロンドンのロイヤルアカデミーに展示され、それをビクトリアアルバート博物館が1950年に購入した。ベルニーニのネプチューンとトリトンはローマ神話における海の神ネプトゥヌスとその息子トリトンを題材としている。ネプトゥヌスとトリトンは古典文学においては 比較的簡潔にしか触れられていないが、大地と海とを操る重要な役割を持っていると考えられていた。この作品は、ネプトゥヌスを海だけに結びつける、現代の一般的な誤解を踏襲しているが、ギリシア神話において、後にネプトゥヌスと同一視されるポセイドンは、ゼウスが天空を、ハデスが地下の世界を統治するのと同様に、大地とそれに付随するすべての支配者である。 他方トリトンは実際に海だけに関連している。ネプトゥヌスとトリトンはしばしば水のような背景とともに三素の矛を持ち馬車に乗って水から飛び出してくるように描かれる。ベルニーニの彫刻はこの二柱についてそれとはやや違った様子に描いている。彫刻に表されているのはネプトゥヌスがアイネイアスの艦隊を荒れ狂う海から救い出す物語である。 ベルニーには神話を再解釈し、物語そのものよりも、ネプトヌスとトリトンの姿に重きを置いている。神話では、ネプトヌスは三冊の矛を持って船を裂くために、海の底からやってくる。ベルニーにはその情景をアイネイアスに言及することなく、ネプトヌスが矛を下に向けている様子から浮かび上がらせ、それによって、ネプトヌスが髪型から海を統治しているイメージを描き出している。 この作品で、ネプトゥヌスはトリトンの上に立ちはだかっている。彼は髭を生やした30代前半の男性のように描かれている。足は開き、彼とトリトンを乗せた巨大な貝殻の上でバランスを取っている。大きな布が肩から足にかけて覆い、男性器を覆い隠している以外に、服などは身につけていない。身体全体は明瞭に描かれ、腰をひねることで筋肉が、 より強調され、体勢からその引き締まり加減を見るものに伝えてくる。何者かに矛を突き刺そうとでもするように、下向きに構えた様子で立っている。彼は足元に吹き出る。水の上に、怒りもろにその顔を向け、三叉の矛を下に突き刺すことで、彼の命令を課している。両腕は筋肉が張り、その神聖を表すように強く握っている。 纏っている布と髪が後ろになびいていることから、風が吹いていることが暗示されている。ネプトゥヌスの息子トリトーンは、ネプトゥヌスの足元に配置され、前面に押し出て、巻き貝を吹いている。彼は、父同様に男性的に描かれているにもかかわらず、明らかに若く、おそらくは10代の少年のように表されている。彼は、角笛のように巻き貝を吹いて、海と大地の大たる、 ネプトゥヌスの到来を告げている。また彼はネプトゥヌスの足と布を左側に掴んでいる。自然主義により芸術家たちは見る者の感情に瞬時に反応が起こされることを意図した。ネプトゥヌスはそのすさまじい強さを表情として映し出している。その神聖を固めたように石に掘り込まれているのである。それに対してトリトンはネプトゥヌスのも主に捕まることで 服従を表している。その表情は、ネプトゥヌスが命じることには、何であれ、従わねばならないという不安が浮き出ている。彼の臆病な様子と、ネプトゥヌスの支配的な出たちは、人間のリアルな感情を表しており、ベルニーニの神話を生活に持ち込もうとする意図を思わせる。ベルニーニは見る者に、二柱の神を人として、動きとして、見る機会を与えている。これは、 ベルニーニのシルエットが崩され身体的な限界を超え瞬間的な動きのうちの極点が表された最初の作品である。この彫刻の目的はその姿勢や自然な生活の緻密な暗示により見るものに神話や物語を真実でリアルなものとしてもたらすことである。彼は神話や噂、物語を真実とする機会を設け見るものに それを真実として信じさせたのである。ありがとうございます。